山岸っていつから俺らとつるむようになったんだっけ。あ、ちびりべ1年の夏くらい、いつの間にか竹道が連れてきてたんだよな。あいつが初めて髪の毛決めてきた時に俺が声かけたんだよ。ああ、お前決めてんな。お、おう。で、いろいろ話すようになって、最近上野で勢力を伸ばしてるのはガリマンと。おめえ、ほんと何も知らねえな。マジでサンキュー。不良でわかんねえことあったら何でも俺に聞いてと。お前どこ目つけてんだよ。山岸、こいつはどんなやつ。本物だ。え、本物の不良だ。どうしたんだよ、ここらの不良は全部お前が知ってるんじゃねえのかよ。それはあれだ、なんていうか。何ごちゃごちゃ言ってんだよ。竹道、逃げよう。喧嘩なら買ってやるぜ。何言ってんだよ。もしやこいつ強いの。こんなわけなかった。負けるか。お前弱えな。お前こそ口ばっかじゃねえか。何よこの野郎。弱えのも口ばっかなのも大して変わんねえか。不良のてっぺんへの道は長えな。どうした？お前てっぺん目指してるのかよ。てっぺん。うるせえ。お前だって不良界の頭脳派目指しやがれ。何それかっちょいい。俺についてこい。ドン。ついてはいかねえけどな。うおい。で連れてきたのが、このバカと。